あ、はいどうもこんにちは。ワイテルのブルーです。シャガです。なんだと思った。キドキ。スマルです。チリアンです。リアル。サバイバル。ゲームがね、あんねんな。なんかタコパサバイバルがタコパをゲームでやろうっていうゲームなんだ。確かに。ただのタコパじゃない。いや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 。ただリアルタコパ。リアルタコパ。僕やめたかったからちょっとやったっていうのはあるんですけど。だよな。まあそうだね。タコサイバルって、まあ、たこ焼きのタコじゃなくていろんな具材を入れるんですよ。具だしをいっぱい作って食わせてカロリーだけ取らせるみたいな。具材ごとに栄養素が決まっててバランスよく食べないといけないみたいなね。最強がキュウリなんです。スクワットするみたいなやつでしょ。スクワットして運動してお腹いっぱいになったらお腹いっぱいになったら栄養がないのにお腹いっぱいになったの。そうだから栄養ない具なしはまあ食っちゃダメなんだっていうのね。だけど今回は具なしは外れながらいろんな食材をね買ってきて。原作にあるね、なんかこのカマンベールとか あとソーセージとかもあるんだけど、まあ、それ以外ちょっといろんなあれ誰だっけ、それ俺嫌いな人。好きな人は好きじゃないよ。好きじゃない。別に俺も好きではない。俺突っ込む人いない。え、これねちょ怒られない、怒んないでみんなこんな食べ方して。全部使うとはいらないから、仕込みをしてねやっていきましょうか。はいはい、じゃあね具材の仕込みが終わりまして。うまそう。こんにゃくうまそう。肉にも当たりすぎる。ソーセージもね当たり前にうまそう。食べたい肉とかチーズこれはうまいね。チーズ松茸ねすごいね。松茸ってこうやって振るの。あと海鮮とブロッコリー、まあこれ本物だしね。この辺もうまい。問題梅干し、キムチ、味は全然うまい。キムチ、梅干し、はい、これ終わってるからな。セロリ、チョコ、ブドウ、トマト、納豆巻き、ヨギボー。じゃあヨギボーですね。ヨギボー悪いからね。楽しい楽しいタコパサバイバル。最初楽しくやりたい。一番最初はちょっとね当たり多めだろうが。たこ焼きを焼くに関しては我々プロですから。マジでそう。バシャーだね。バシャしてバシャでこれで開ける。ああ、いっちゃいっちゃい。天かすも秋だ。キャベツもない。さあ、じゃあ食材入れてこう入れてこう。もうちょい大きいな。とりあえず見えない。ああ、はいはいはい。もうゲテモノも入れるね。全部入れる。ああね、やばいやばいそいつ。ああ、そこもやばい。やばい。持ってこ。入れるとき何入れるか一応。ヨギボー。もうそんなゲテモン攻めない。最初の一周目はちょっと当たりを見せてさ。当たりうまい。どこに入ってるか分かんないぐらいが今。そんな感じね。なんか入ってたら絶対分かんない。さすがにでもちょっと当たり目にしてくんね。ああ、気持ち当たり目に。割とあれに置いちゃった。ここ絶対もう入ってたそこに。まあいいや。タコ。少なくともヨギも入ってるからもう。このひたひたになるまでなんか浮いてきた。松茸浮くんで。松茸軽いんだ。だから入れないんだ普通は。普通はそこに入ってんの。ここ4個入ってない。入ってない。グラシになっちゃうよ。私はグラシでいいよ。ちょっとなっちゃってる。納豆巻きやば。無理じゃん。誰だよああいうやつ。おい。顔出てる。顔出てる。マジでこれリアルタイムサーバーだ。すげえ。完全再現だよこれ。やべえ。これ入ってないんじゃない？入ってないかもしれない。一周目からミックスかよ。多いな。まあでも中がまだちょっとあまりに水。まだまだ。それがさそう。やっぱこれあれかな、キャベツないから固まんの遅いとかある。ああ。生地だけすぎて。入れなかったことがない。みんなこって今日入ってる。これは入ってる気がする。どうチャレンジ。あ、どう回転するなら。おお、いけてる。切り刺しとか出すんだっけ？とかはない。全部ひっくり返し終わったらやるの？あれって。ひっくり返し終わったら入れてもいい。あ、うまそう。おお、うまっ。丸。我々うまいんだよ。我々たこ焼き作るのうまいんです。おお、でも90わかんない。あ、確かにね。全然高くない。反対側が果たしてなんかそうね。納豆巻き飯しないでって言ってるよ。こいつちょっと無理かな。うわやば。あ、やばい。一番扱いが強い。やばい。それ見せたら。それやばいか、これ。あ、やばいやつか、それ。やばい。いや。いけた、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 いけた。もうわかんない。ベビーカステラみたいになってる。うわ。さあ。もうこれ下傷ないよ。下傷ないです、これもう。下傷ないよ。ただ頭が。思ってる、頭を持ってるだけ。髪だけなってるだけ、こいつ。これ納豆巻き焼きになっちゃうよ。でも意外とちゃんと全部グミとかちょっと覚えてないの。あ、いいいい、なんか深いな。キャッフルついでに取れますね、端っこの真ん中を。ああ、でもなんかまあ思ったより余るからそうだね。意外とね。全部油トントンちょっと一回する。うん、カリカリにしよう。カリカリにしようね。関東派だから我々。あれたこ焼きじゃねえんだこれ。これだけ弾力がおかしい。なんで？何？本当に。なんで生地にまで弾力がついてるの？やばい、もう剥がれない。何何？何入れてんの？なんかあざで。大丈夫かな？さあしゃくれ。実際やるからこれさ、これリアルタコパサバイバル要素よこれ。わかんないよ。よし。もう6個そのリスト6個セットで。うわあああ、もう触るなそいつは。1から5の番号を選んだ。残ってるだろなんか。12345で。じゃあ我こそはって人。じゃあ最初いっていいですか。レッツゴー。1。ああ、ここか。綺麗色。見た目いいよ、見た目いい。ここ俺ね。じゃあ育てよう。じゃあ育てるわ。5。うわ、ここじゃん。終わったわ。こいつもダークマッター。3冠にそれ以外のリロールで。今のところ1、2で。あ、ブルークここ。ブルークに。俺アザーリね。アザいる、アザいる。全然いいわ。あいついいの知ってんだよ、あそこに。自分の列はもう食べたいときになる。そうだね。好みで。こいつもういけるか。あ、うまそう。じゃあこいつを入れて。めっちゃキムチの匂いする。じゃあ絶対そうだ。いいな。見た目でもわかんない。でもうまいっす。何これ。絶対あれじゃん。絶対あれやん。何それ。グミでしょ。どっか。ここだ。グミ。うわ。グミ。よし。次ごめん。じゃあ。でもアスク取れないわ絶対。いかせていただきます。はい。熱いよ。熱い。なんだと思うちなみに。チーズっぽいのするよ。チーズだ。それはチーズだ。結局それね。チーズ。ああ。チーズはやったことあるしね。熱いって話してんの。じゃあ先に試して。まあそれ焼けてるやつは多分それがいい。わかんないの多いの。全部かけちゃおう。セロリ入ってるってチーズ中に。おじにマックスが。セロリチーズ。セロリチーズ。何2種類。どうなんですかセロリは。別にそんなアクセントぐらい。そう。キムチ。キムチ。なんだこれ。わかんないの。ここまで突入したらもうわかんない。確かに。もうさ、こうしたらさ、普通に美味しそうなたこ焼きじゃない。あ、肉だ肉。あ、肉か。いいじゃん。肉どう。でもなんだこれってなる。肉ちっちゃいし、わかりづらいかな。2個目いこう。あ、トマトだ。トマト熱そう。意外とうまい、やっぱイタリアン風味だ。トマトはね、僕的にやったことある。これなんか早く。何？ぶどうじゃないこれ。やばそう。あ、タコだ、うま。ぶどうの味がまじない。あ、ハリコだ。なんか意外とまずくないんだけど。まずい？割と美味しい。ぶどうまずい。ハリボ割と美味しい。そうだ。じゃあぶどういけるよだろ。何によるんだろう。ぶどう甘い。ぶどう良くないわ。歯にそっから悪い。これ肉だ。肉確かにわかんないな。もう入ってる。タコハリボ食ったわ。もうどんな組み合わせ？組み合わせばっかやると思う。ハリボなんかこれ。2個目いきます。見えてんだけど。何？なんかいる。あっこ。俺またたこ焼きだ。いいな。納豆巻きが好きじゃないからさ、別に納豆嫌いだったらうまいわけないの。何食べてるか分かんない。カッチャキしてんのゼロにしないで。ウインナーだ。うま。ブロッコリーか。ブロッコリーってもない。じゃあ松茸じゃない。松茸っぽいわ。え？松茸そんな感じで食べるのもったいねえ。あれやめる？ホタテ。ああ、うまそう。あ、見えた。松茸だこれ。え、ああ。いや、うん。わかんない。風味がめっちゃ強いのはわかるんだけど、ソースとかが全部殺してる。セロリも確かになんか普通だな。でもうまいわ。多分俺見えてこれって認識して食べたからうまい気がするけど。分からず食べたら分かんない。分かんない。うん。トマトいいね。おお。トマトうまいんだ。ちょっとやめた方がいい。え、チョコ出た誰か。あれ？あれ？確かにまずい。あれ？やばい、残ってんだから。やばい。やばい。これ3個あるとまだ。ブルックのそれ怪しくない？匂いがあるよ。食べて。分かんないわ。いきます。またホタテだ。ああ。ホタテだな。ホタテだわ。いきます。ホタテか。何もなし。まあホタテってなるのはステーキかホタテやな。そうだね。ステーキはしない。ちっちゃいんだよ。ちっちゃい写真出すといます。ない。ない。そんなわけないぞ。なるほど。あ、ウインナーだ。ウインナー。ウインナーいいな。またたこ焼きだ。ウインナーとはないんだよ。たこいいです。たこ食べたいわ。シャッフルできてないよ。もっこグーンハイド。あ。チョコ？チョコだ。外れしか聞いてないこの人。中のなんかクランキーな部分が残ってる。俺チョコだよ。じゃあ全然納豆よりこっちの方がいい。マジ？納豆嫌すぎる。結構吐く寸前までいった。ガチで？終わった僕吐くわ。リバースします。たこ焼きそういうめっちゃうまい。なんだね。たこ以上の正解あんまないな。たこマジ。チーズ。ハリボーまずくないらしいよ。意外と美味しい。マジで。これマジ。チーズはでも何かと一緒に入れないと別に美味しい。甘いのがよくないと思う。チョコがまあ俺も普通ってことは普通ではない。でもさ、ソースとかかけたっしょ。かけたよ。その上でチョコ入ってる。別に普通だね。今さ、俺も甘じょっぱいみたいな好きじゃないけど、そんなに本当やばいのは納豆巻きか。納豆巻きが全一で。うわ、セロリ。あ、ソーセだ。ソーセうまいね。ソーセうま。ソーセ食べたい。タコが一番うまい。タコがトップ。セロリっぽかったけど一瞬で消えたわ。焦げてるかも。それも飲んでもんじゃますから。うん。はい、じゃあマリコル。なんだ？ハリボーじゃん。だと思います。私めっちゃ面白くて。カズレーゼツなんだけど俺。あれ黒いハリボーだ。ああ。うわ。絶対確定です。出てもられすぎる。だってブルックやれたやつ多分ね、そのままシャッフルして多分確かに同じですね。多分手前の方俺がこの辺ベーって入れたから。当たりが多いんだよ。そうこっちの3人が引いてるのが当たり多い。ああもういきなり。いきなり甘い。まあでも意外とよりマシ。全然マシこっち何ないじゃん。普通にフルーツ。ベリー系の味がします。意外と深いからない。そう。俺食える方かもしれない。納豆そんなやばいの逆に。俺あんま好きじゃない。逆にみんなでブドウ食ってほしいわ。ハリボーもブドウも納豆もやだ。普通にほぼ美味しいたこ焼き食べただけだった。わかる。キラ食いたいでしょ。なんか入れても。食わせてあげるよ。いやランダム。いこうだいな。はい。油タイム。死人がゴロゴロ出るような。やばいとこ行きましょう。じゃあ死人。これさ真ん中に入れ続けたらどうなる？いやまあやめた方がいい。まあいいんだ。やばい、全然足せ。まだ余ってる気。もうちょっとしかない。もうこれ入れちゃうか。入れちゃうは無理じゃない。おい結構。無理。ちょっとここ。結果まずいから。ちょっとね。ああまあまあ。手もやるならこっち。手も結果する。オッケー入れますか。あ、というか具入れてないからもっと溢れる。あ確かに。入れるよ。はい。よし。あんま出てないからたくさん入れよ。これもういろんなミックスたくさんミックス。いらないよ。なくなっちゃう。ステーキ4個とか入れたら。それはステーキは当たりですよ。ピンすればそう。でもやっぱ松茸大量松茸ね。やっぱ分かりにくいのは1個にいっぱいいるよ。分かんないのよくない。ほら。全然はい。ああもうソーセージ。ソーセージテロ。適当に。ああやばい。テーブルが。こうじゃない？こうだよ。やばいもう。どこに入ったの？チョコすればあんまり入れてない。セロリもあんまり入れてない。ああ。ハリボーも入れてないわ。ハリボー何個入れてたっけ？でしょ。1個に2個入れたらやばい。いける。どこが穴かもわかんないんだよ。穴ないんだけど。これか？穴じゃないよ。やばいこれ。隠れた。重いのできた。テーボー人がゴロゴロ死んでる。この辺全然入れてないね。タコ多分絶対ないから、テーボーの外でやっぱ普通に焼きだこにする。油敷いて焼く。松茸も焼いとくもん。松茸もそのまま焼いて食べたいわ。キムチは誰も入れてない。キムチ入れてねえな。いいか。どっか一個に追加キムチ。ここ。キムチ。なんか普通にバーベキュー始まった。僕もなんか好きに取って食べて。そう。僕が一番うまそう。肉うまそう。これ最後でしょ。ちょっとあるし。まあ最後一人のたこ焼きが余ってるぐらい。美味しそうすぎるマスタケ。ね。まさかこんな食われ方をすると。でもここまで入れたらなんかうまいんじゃない。ここまで入れたら。具材を中に入れて押し込んでから回さないとはみ出るから。もういいじゃないの。ぐらいしてほしいな具材の。お疲れなんです。もうええでしょ。これ持っていきましょう。この方がうまいので。もう少し入れさせてください。もうええでしょ。十分じゃないですか。我々もプライドを持っておりますので。どうぞあと一品だけ。見てくださいこの状態を。これでも続けるって言うんですか。ガチャいきますよ。ガチャ行こう。さっきの逆順で行こう。下げ行きますよ。こっちから1ね。ああ、いやいやいや。お前食えるぞ。好きだから4全然いいよ。全然いい。1？まあまあまあ。ああ、なんかキモい色のやつはいい。全然4いいよ。2。はい。3個がいい。あはい。あ、俺これかじゃあ。なんかこう見た目いいね。3の見た目流れたら結構3怖いよ。うわうわえうわうわこれやばいよ。だからさ色濃いの多分チョコとかグミとかそうそう色濃いの外れなく外れなくやつこれは確定だよね。結構濃いよこっち。ああこいつはいるんじゃん。チョコかな。分かった分かった分かったって俺食ったっても分かるもん。逆に食ってほしいんだけど別に俺嫌いじゃないから別にこれ。交換しよう交換しよう。俺の1個取って。え？いたやつ？普通にグミの匂い無理かも。適当にじゃあ。いや無理だけど絶対グミ無理。グミだけじゃない。なんか混ざってる。うわきっしょ。崩れやすいのはチーズなんじゃないかと思うんだよ。やばいかもしれない。久々に放ってる匂いでいかれるわ。グミならグミだけの方がいい良さそう。俺のレス全部当たりますねこれ。俺の当たりかなって。俺のも相当。終わりですこちら。ブルークだけの筋肉がやばいんだよ。絶対グミでしょ。グミ意外となんだよ。うわーじゃないよね。ああって感じ。これもなんかキャラメルっぽい。あ、もうてんこ盛りこれ。てんこ盛りだ。てんこ盛りだな。形はね、結構全部綺麗なんだよね。俺形完璧なんだよ。全部超綺麗。このなんかわかんないですけどね。見た目いいよ。ああ、もう完璧。え、めっちゃ綺麗じゃねえなんか。こいつはね、いい時はくれたやつだから。お賞味してほしい。形見えるから。なんか黒いんだ。形がもうさ、ほら。なんか黒いで。マジで甘じょっぱいのつけたらマジで全然いけると思う。いやでもなんか匂いはチョコを焼いたケーキ。ああそう焼きチョコみたいな。そうみたいな匂いだけどでもソースかけちゃったんだけど合ってるこれ。意外と甘じょっぱいマジ無理だ。じゃあこいつ最後にするわ。俺も甘じょっぱい好きだけどグミは無理だ。グミも無理だ。1個目からいただきます。違うんだよ。ブロッコリーうまいな。美しいとこ行きだこれ。見てくれよ。あはっトマトかな灼熱だもん。あ、なんかこれしょっぱいいろいろ入ってるんだよ多分。肉チーズ最高。最高。トマトソーセージかこれ。ああうまいわ。ブロッコリーパテもマジで何の不快感もない。普通にうまいな。ほらセロリもいた。邪魔なこいつ。納豆うまい。納豆うまい。マジか。まあそれは好きなやつはうまいんだ。そうなんだと思うんだけど。ダブルソーセージうまかった。えぐいね飛び出てんのな。焦げたクマがさ、飛び出てんだ。表面押し付けられてさ。納豆巻きたこ焼き他のの2倍ぐらい重いんだけど。重量がある。のチーズたこ焼き。ああピョンクだ。ああ松茸どうすか。絶対ここじゃない。お前がいるべきでしょ。あんたはそうだけど、ただのキムチだ。合いましたよね。別にたこ焼きとキムチ別々で食べてる感じだ。ただうわ、お前もしかしてやつだ。え、どっち？グミ。食ってないやついないの？食ってないよ。食ってない。あれ？いや、いい。グミはいい。どこは欲しかったからグミ選べ。表面カリカリになるわ。確かに。あ、そう。ぶどうだ。ああ、ぶどう。甘いトマトって感じじゃない？うん。そうだね。なんか食感完全にトマトだね。不思議な味がする。不思議な味で。うわ、グミがいるよー。よし、わかんない。なんか弾けた何かが。何？いや違う、松茸だ。え？多分。ぶどう一周回って美味しいかも。え？マジ？スマイル金時のまずいものに対してのセンサーあんま信用できない。前も全然なんか許してるよね。うん。なんか意外といけるね。松茸完全に風味飛んで良くない。梅だ。うわ。断面の絵今思ったけど結構黒い。本当に梅干しだね。酸っぱそうな顔してるだけだ。なんか2個目のグミそんなの。肉いるから、なんか肉で一応されるか。肉で買わないだろ別に。なんかもう梅干しを食ってるほとんど。そう。梅干しの周りに衣がついてるだけだから。グミいけるかも。グミいけるよね。さっきない。体勢ついた。デザート。デザートだよね。ベイクドチョコ。ベイクドチョコ。これさ、でも問題はチョコ以外に何入ってるかだよね。確かにね。ハリボね。その形。匂いは完全にチョコ。これでハリボも入ってたら最悪だな。結構最悪だよ。ああ、チョコ全然いける。ソースはいらないと思うよ。ソースはいらないけど梅干しだ。ああ、梅干しの味のこのまま食った。そう肉が普通に美味しくない。焼いて食った方がうまい。梅干しは良くないわ。入れるメリット感じないものが多かったね。最後ちょっとこの余りでさ、普通の作って美味しいの作ろう。6個作れるこれ。あ、5個作れる。無理だと思う。5個いけんじゃないギリギリ。タコがいい。タコがいい。最後はね。タコだ。とりあえずたこ焼きね。じゃあ本物最後に食べて終わるか。うん、そうしよう。美しいたこ焼きだ。これがしたかった最初から。これだよ。いいんだから。サラサラ首の匂いするわ。あ、うまっ。うん、たこ焼きって考え尽くされてるわ。でしょうが天かさあるとうまいね。あと絶対キャベツもあった方がいい。気持ちキャベツある時の方が中がふわとろで外が固まりやすい。皆さんもぜひやってみてください。タコがいいよ。タコがいいよ。タコでやりましょう。タコでやろう。